はい、皆さんこんにちは、佐野茜と言います。私は MIT のメディアラボというところで今博士課程の、学生をしてまして、留学が今、5年目に入っています。まず最初に私がいる、ボストン、 MIT はボストンというところにあるんですけれども、ボストンは東海岸ですね。東海岸のあそこの場所にありまして、だいたい日本からですと13時間14時間ぐらいのフライトを経て着きます。ニューヨークからは4時間5時間ぐらいの距離ですね、車で。ボストンはすごく実はコンパクトな都市で、東京のように地下鉄とかバスとかがすごく発達してます。なのでアメリカというとみんななんか車を運転しないといけないんじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけれども、ボストンでは車を運転しなくても地下鉄とかバスで、あと歩きですねとか自転車で生活することができます。で、私の簡単なプロフィールをまず最初に説明したいと思います。私はですね、この慶応の矢上理工学部を卒業しました。理工学部の物理情報工学科を卒業して、その後、大学院の修士課程に進みました。で、矢上にいる時は、今は生命情報の、研究室なんですけれども、富田芝県ですねに、所属をして、人間の生態情報の、研究をしていました。で、修士にいる時はですね、あんまり矢上に実はいなくて、理研の方の研究所で研究をしたりとか、あとはもともと実は博士課程にもうそのまま行こうかなと思っていて、先生もその気で、私もその気でいたんですけれども、修士1年の終わりぐらいに急に就職しようかなと思い始めて、で思い始めたんですけれども、その後就活をして、就活をした後に実は博士課程の時に行く予定にしていたデンマークの大学にやっぱり就職するけども行きたいなと思って、修士2年の最後の方は半年ちょっとぐらいデンマークの方に留学をしていました。で、その後修士を卒業してソニーの方に就職をしました。で、ソニーでは同じように、そうですね、学生時代と同じような、その人のデータを、人の情報を使った研究開発ができるところに就職をしたいなというのがあったので、で、そこでソニーに入っても運よく、その興味を続けるような研究をすることができまして、で、ソニーにはそうですね、6年7年ぐらいいました。で、そこでもすごく楽しく仕事ができて、商品にも携わることができましたし、あとはもっと5年後10年後を目指した研究開発をすることもできたんですけれども、その中で研究にやっぱりすごくもっと集中して研究をしたいなという思いがあって、で、留学することにしました。で、それが2010年から、MIT の方に留学をしました。で、私の場合はもう博士号を取りたいっていうことと、あとは自分の興味のある研究をしたいっていうことがあったので、もうその自分の興味のある研究をできる先生をですね探して、そこの大学を受けるっていう感じでした。で、私が受けたのは、MIT のその今いる先生のところは、前から実は自分のソニーにいる時の研究を通してそういう先生がいるっていうのは論文を読んでいて知っていたの で、それ以外の先生は論文を読んだりとかウェブで探して、で、実際カネギーメロン大学ですとか、ジョージアテック、あとはヨーロッパのスイスにある ETH ズーリヒですねに出願をしました。で、先ほど安川君も出されていましたけれども、私も簡単にどういう感じで出願をしたかを説明したいと思います。で、私はですね、会社にいる中で急にもうこれは留学をしたいなというふうにふと思ったというか、もう決心をしたんですね、留学をしてみようと。で、なのでその決心をした後に、先ほど安川君も言われてましたけれども、奨学金の出願を私はしました。
で、ロータリーの奨学金に出願をしまして、でその後、その興味のある先生にメールで連絡を取ると。で先ほどの話にも出てきましたけれども、はっきり言っても先生は1日何百通とメールを受け付けてます。なので、もしかして皆さんがメールを先生に送ったとしても返事が返ってこないかもしれません。でもそれは先生があなたに興味がないということではない。あくまでもメールがあまりにすごい量なので、埋没してしまっていてメールを見ていない可能性が多大にあります。で今、私が今一緒に働いている先生も、うちのグループに来たいというメールをたくさん受け取っているんですけれども、その中で先生が実際見ることができるのは本当に微々たるものです。なのでたとえ連絡が返ってこなくても、別にそれは興味がないとかではなくて、あくまでも先生は忙しくて、メールをあまりにたくさん受け取っているので、諦めずに、メールを送り続けてください。あるいはそうですね、実際に訪問をするとか、そのグループの他の学生の人に連絡を取ってみるとか、まあ、いろんな手段を使ってコンタクトを取ってみてください。でも私の場合は、メールを自分のそうですね、こういうことに興味があってこういうバックグラウンドなんですよっていうことを、まあ、メールで送って、で今の先生からはそうですね、まあ、運よくすぐ返事が返ってきて、で私の場合はその学部、まあ、修士、あとソニーにいる時とすごくこう近い研究をずっとしてきていたので、なのでまあ先生からもすごくいいバックグラウンドを持っているので、ぜひアプライしてみてくださいというような返事を送りました。返事が来ました。でまあそれ以外の先生からはそうですね、返事が来ない先生ももちろんいましたし、やっぱ何回も何回も連絡をしてようやく返事がもらった先生もいます。で、その後そうですね、トーフル GRE の対策ということで、私は本を、まあ、買って、でトーフルのライティングとかスピーキングですねの、対策をしたりとか、あと GRE は、先ほどの話にも出てきましたけれども、バーバルのセクションが本当にもうなんかこんな単語をやっても意味があるのかみたいな感じの単語が出てくるんですけれども、まあ、一応それも対策をはっきり言ってしたんですけれども、全然対策を一生懸命したにもかかわらず点数が伸びなかったという、悲しいこともありました。でその後に、私の場合12月に出願がほとんどでしたので、まあ、秋以降は、ステートメントオブパーパスを書いて、であとそうですね、その私は添削をしてもらうのに、大学院時代に研究室の同期だった子がシンガポール人の子がいたの で彼はネイティブなイングリッシュスピーカーなの で彼に採点を お願いしました。で出願をして、その後そうですね、まあ、連絡が来るのをひたすら待つしかないんですけれども、で、2月3月ぐらいにインタビューの連絡が来て、で電話で最初はインタビューをして、その後オンサイトに呼ばれてインタビュー、で3月4月4月ぐらいに結果が来ました。で実は、最初1年目に応募した時は、CMU からは合格をもらって、で MIT のメディアラボはウェイトリストだったんですね。で、先生からはファンディングがちょうどリーマンショックの次の年だったんですよ。なのでファンディングが来るのを待ってるっていうふうに言われて、でウェイトリストでそうかと思って、その後まあ先生としばらく連絡を取り続けて、ファンディング来ましたかっていうふうに言ったら、まあ、まだ来てないよっていう感じ で、まあ、まあそれを待ってたんですけれども、結局ウェイトリストは、繰り上がらなくて、で私としてはやはり、そのメディアラボのアフェクティブコンピューティングという、まあ、今一緒に働いている先生のところに一番行きたいなという思いがあったので、1年間待つことにしました。でまた次の年ですね、次の年に、アプリケーションとかは全く変えなかったです。もう何も準備も、まあ、トーフルとかジギャールとかももう全て揃っているので、そのまま出願をして、で今度は受かりました。で、それでまあ無事 MIT に入りまして、メディアラボはこんなところです。メディアラボというのはですね、一つの、まあ、大きな学科でして、23個の研究グループからなっています。で非常に学際的な研究所で、例えばロボットの研究をしている人もいれば音楽の研究をしている人もいるし、
アーティストもいればデザイナーもいたりとかコンピューターサイエンティストもいてっていう感じの、ありとあらゆる研究がなされています。ただその目的としては未来のそうですね日常生活で使うような技術を開発するというその未来のために研究をしています。で、そうですラボは学生が約150人ぐらいいまして、大学院オンリーなのでマスターと PhD の学生がいます。でラボの特徴としては、企業はですね世界中のいろんな企業がスポンサーになってラボが運営されてるんですね。でただ、私たちはそのスポンサーのために直接、スポンサーの人がこの研究をしてくださいということで研究をするのではなくて、ラボをスポンサーの人は、ラボのスポンサーになることによってラボのいろんなものにあらゆる、例えば特許ですとか私たちといろいろ仕事をする機会を得られるんですけれども私たちはその中で自由に研究をするというようなちょっと変わったシステムになっています。でなので毎日のように、メンバー企業がですねラボを訪れて、私たちは自分の研究成果を、デモをしたりするというのが日々行われています。で最近、ラボのロゴが新しくなったんですけれども、こういう感じで各グループいろんなグループがありまして私は、アフェクティブコンピューティンググループというところにいます。で、メディアラボのアカデミックプログラムを簡単に説明しますと、マスターの修士のプログラムと博士のプログラムが分かれてるんですね。で、メディアラボに入る人は必ず最初は修士のマスタープログラムに入ります。でたとえ他の大学のマスターをもう持っていたとしても必ずマスターから入るようになってます。で、しかしながらですね、他の大学からのマスターを2年のマスターを持っていてさらに修士の論文を英語で書いたことがあるとかあと1年目にパブリケーションを出すとか、いくつかの条件があるんですけれどもその条件をクリアすると、マスターの1年の後にPhD のプログラムにそのままスキップできるコースがあります。で私はすでに矢上で修士を持ってましたしもともと MIT に来て、PhD を取ることを目的に、来ましたのでなのでスキップをして PhD プログラムに入りました。で、そのスキップをしないと、2年のマスターのプログラムに入ってで修士の論文を書くと。でさらにその後に PhD のプログラムにさらにアプライするんですね。でアプライをして、半分ぐらいの人は受かって半分ぐらいの人は残念ながら落ちてしまうんですけれども、その後に受かると PhD プログラムに入って PhD は4年間で主に研究に集中をして、で先ほど安川君も説明されていましたが PhD の研究をするために十分な知識を持っているっていうのを証明するためのジェネラルエグザムというのがあって、でそれをパスをして、そうすると PhD キャンディデートという状態になります。でその後は、博士論文のためのシーセスプロポーザルとディフェンスというふうになります。でファンディングについてですけれども、これも先ほど触れられていたので簡単に話しますが、メディアラボでは修士と博士両方ともファンディングが合格するとファンディングをもらえます。なので、授業料、保険、健康保険とあとスタイペンド約、そうですね、月に20万円ほどで、その代わりに私たちは各先生とともに研究をすると、研究をする代わりにその、今言ったようなファンディングを受けることができます。で入学してから今までの流れを話すと、2010年にそうですね、入学をして、で最初は修士のだったので、授業もありまして、で1セメスター、2個から3つぐらいの授業を取ります。で日本の大学院ですとかなり授業があまりそんなにメインではないかなっていう感じがしますけれども、アメリカの大学だとたくさん宿題も出て、授業がすごく忙しいです。で特に私はしばらくこの大学から離れていて短期的な締め切りっていうのはなかったので会社で、なので、
留学をして急になんかまた来週までにこれを提出しないといけないこれを提出しないといけないみたいな宿題が常にある状態で最初はすごく忙しかったです。で、2年目はからは、PhD プログラムにスキップをしてで少しかなり余裕ができました。授業を、自分の好きな授業は自分で取ったりとかあとリスナーとして聴講することができたのでなので、ちょっと自分の研究とは違う、ものづくりの How to make almost anything っていう授業を取ったりとかあとは、そうですね、ジェネラルエグザムがあったりしました。で、3年目4年目とだんだん自分のシーセスにで何をやるかというのを考えて、そのためのファンディングを取ったりとかをしてで 今は2014年、終わりですけれども、5年目に差し掛かってこの、次の夏までに夏の終わりまでに卒業を目指して研究をしています。で授業は、今も言いましたけれどもはっきり言って宿題が結構多くて大変でした。しかしながらよく思うのはみんなよく勉強するなというのをよく思います。みんなよく勉強もするし研究もするし、遊びもするんですけれども、そうですね、みんな楽しんで勉強してるなという感じがします。で、メディアラボの授業 もありますしあとは多学科例えば、ECS の授業とか他の学科の授業も取ることもできますしボストンのハーバードですとか BU ボストンユニバーシティですねとかの、他の大学の授業も取ることもできます。なので、私も、メディアラボの授業を取ったりとかあとはハーバードの授業を取ったりとかいろいろ、授業を取りました。で研究に関してはそうですね、メディアラボはすごく自分の好きな、研究をする環境が与えられています。で私日本で学部と修士をやった時はこう自分の修士論文とか学部の論文卒業論文のためにもう1個のテーマを選んでそれに集中して研究をするっていう感じだったんですけれども、メディアラボでは複数のプロジェクトを誰もがやっている感じですね。であとは授業も、かなりプロジェクトベースの授業が多いので授業のファイナルプロジェクトでやったプロジェクトをそのまま自分の研究にしたりとかいう感じで、おそらくみんな3個とか4個とか、人によってはもっとプロジェクトを、進ませていてその中でどれを自分がメインにやりたいかどれをシーセスでやりたいかっていうのは自分で決めるっていう感じで、自由にやってます。あとはラボ内でいろんな研究グループがあるわけですけれどもその研究グループを超えたコラボレーションがすごく盛んです。で私はアフェクティブコンピューティンググループというグループにいて、これはうちの先生で今10人ぐらいのメンバーがいますけれども、すごく国際色豊かですね。アメリカ人もいますけれども中国とかスペイン、イスラエル、カナダ、イラン、インド、ポーランドなどいろんな国から来ている人がいます。で私たちはコンピューターを使って人間の感情を 理解することを目指して、研究をしているんですけれども、その感情ですとか人間の状態を推定するのにラボの中でのデータを見るのではなくて日常生活でのデータを読み解くことで理解するということを目標にしてやってます。なので、顔の表情を見る研究ですとかあとは私がやってるのはこっちなんですけれどもモバイルセンシングということで人間のデータをいろいろ取り集めることによって人の状態を理解するっていう研究をしてます。で私は、昨今特にこういうウェアラブルのデバイスがいろいろ腕とか、Google グラスとかあとは携帯電話とかいろんな人のデータを取り集める機器っていうのが、たくさん出てきてますけれどもそういうデータを取り集めることによって、人の状態ですね今あなたがすごくストレスを感じているかどうかとかあなたがどういう感情なのかどういう健康状態なのかっていうのを、推定するような研究をしてます。実際のターゲットとしては、睡眠の研究とかストレスの研究とかあとは、パフォーマンスが
いいか悪いかとかを推定するような研究をしてます。で、でさっきの、2010年から今までの流れのところでも少し書きましたけれども、インターンシップを他の、大学ですとかあと他の企業でする機会があります。でこれは、夏の間でですね、夏のセメスター、まあ、6月から8月の間というのは、ラボで研究をしてもいいですし、あるいはインターンで他のところに行って研究をしてもいいというふうにうちのラボではなってます。まあ、これはいろんな学科とかどのラボに行くかによって状況が変わると思うので、インターンをあまり好まない先生がいたりとか、インターンに自由に行っていいよっていうような先生がいると思うので、皆さん の興味のある先生とかラボ次第だと思うんですけれども、うちのラボは結構夏は人がいなくなります。で私も、2年前の夏はインテルですね、カリフォルニアのインテルでインターンをして、であとこの間の夏は、シアトルのマイクロソフトリサーチで3ヶ月間インターンをしました。でこういうインターンをするとすごくまあ、自分の大学での研究以外の研究をしたりとか、まあ、違うプロジェクトに関わる機会も得られるし、あとは、特に、まあ、アメリカだとインターンシップっていうのがなかなかその後の就職活動にも関係してくるんですね。まあ、そこでいろいろコネクションを作ったりとか、自分はこういうことが得意なんだよっていうのを見せると。であとはそうです、特に、まあ、マイクロソフトリサーチ今年の夏に行ったシアトルでのインターンは、世界中から PhD の学生が3ヶ月間夏にインターンに来ていて、彼らとも非常に仲良くなって、今もいろいろ学会で会ったりとか、ボストンからインターンに来た人と会ったりとか、まあ、そういうつながりを得られたのもすごく良かったと思います。で私は留学5年目ということで、この先ほども言いましたけれども、夏の終わりまでに、卒業をしようと思ってます。で卒業後の進路なんですけれども、まあ、行き先としては、アカデミアに行く人、ポスドクになる人、あるいはそのままアシスタントプロフェッサーになる人がいたりとか、あとはインダストリーですね、まあ、大きな会社に行く人、あるいは小さなスタートアップに行く人もいます。あとはまあコンサルティングに行く人とか金融に行く人とか、まあ、日本と同じような感じかもしれません。まあ、いろんなバックグラウンドを、まあ、卒業してその後いろんな分野に行く人がいます。で、特に それ以外の選択としてはスタートアップを始めるっていうのは結構多いですね。周りを見ていると、まあ、自分が学生時代にやった研究を元に会社を起こすという人も結構います。で大学としても、そういうようなビジネスをスタートさせるの応援するような支援するようなプログラムがあったりもするので、まあ、そういうのを利用してスタートする人もいますけれども、もちろん自分の会社をスタートアップを始めるというのはすごく大変そうです。で、まあ、留学生としては、アメリカに残る選択肢もありますし、自分の国に帰る、例えば日本で就職をするっていう選択肢もありますよね。であるいはまあ他の国で就職をするという選択肢もあります。でアメリカに残る場合は、最初は学生ビザの延長として OPT とか AT っていうのがあって、でも学生のビザ、学生ビザをのステータスのままで、まあ、就職をして、でその後 さらに就職を続ける場合には就労ビザに切り替わるというシステムがあります。で、まあ、どういうふうに就職活動をするかっていうことですけれども、例えばまあ日本に帰ろうと思った場合は、ボストンキャリアフォーラムというですね、なんかボストンで年に1回大きな就職キャリアフェアがあります。それは日本の企業がですね、たくさんボストンにやってきて、全米からもですね、日本人の学生がボストンにその期間やってきて、で会社の説明会ですとか面接が行われるものがあります。で、まあ、それ以外で、アメリカなどで、まあ、就職したい場合は、大学でジョブフェアっていうのが年に何回かあります。でそうするとたくさんの企業が
大学にやってきてブースがあってですね、でいろいろ話を聞いたりとかインタビューを受けると。でキャンパス、あそれ以外に、キャンパスのインフォセッションということで会社がまあやってきて説明会、まあ、日本と似てますかね、いろいろ会社がやってきて説明会があって、そこでまあインタビューをしたりとか、あとはリンクトインというウェブサイトがありますけれども、まあ、自分のいろいろキャリア、こういう経歴で今こういうことをやってるんですよっていうことを登録をして、そうすると、まあ、企業から連絡が来たりとかして、こういう仕事に興味がありませんかっていうようなこともありますね。であとは、そのまま直接会社のウェブサイトから、応募すると。で私自身はこの後もしばらくアメリカに残ろうと思ってますので、今まあそろそろ就職活動をぼちぼち始めたかなという感じです。なので、そうですね、の大学にキャンパスのインフォセッションで来る会社にちょっと話を聞いてみて、インタビューを受けたりとかも始めました。日本のようにですね、例えば3月卒業とかそういうみんなが同じ道を歩むわけではないので、自分の卒業の時期に応じて就職活動を始める感じですね。なので特に PhD の場合はいつ卒業するかっていうのが本当に人それぞれなので、例えばそうですね、私の場合はまあ8月の終わりか、まあ、それよりも前になるかもしれませんけれども、なのでまあその卒業の時期を見て、まあ、そろそろ始めようかなっていう感じで、みんながそれぞれ自分の時期に応じて就職活動をスタートします。はい、ということで、以上が私の留学、まあ、どういうふうにアプライしたかと、まあ、どういう生活を今送っていて、このあとそうですね、どういうふうに進路を進めていこうかなという話をしました。この後も懇親会も含めてしばらくいますので、気軽に何でも、質問などしてください。ありがとうございました。